よし。作業枠でタイマーの作り方みたいなのを今日は若干紹介しようと思います。ということでタイマー作成者の本気屋さんに投げようと思います。はい。タイマーのプログラムを作りました。お、やったね。で、その解説なんだけど、はいはい。メインのプログラムが一応2つあって、はい。これがうまく組み合わさって、メイン .java とタイマーパネル .java ね。そう、2つ。一回実行画面見せるのが早いかな。お、メインだわ。はい、8分。第3回逃走中ではこれを、まあ、うまくキャプチャーして、なんか青い背景消して、やったんだよね。そうっすね。この青を透過してそうそう載せまそう。したで、なね。んか、ちゃっかり拡張機能ということで、なんか、時間入力すると、数字が変わるよ。秒入れるとその秒になるっていうね。 どうでもいい機能拡張したんだけど、これこの、ん？いやこれのおかげでその第1回から第2回3回になった時のレベルアップも、そのプログラミングによるメリットとして、その時間が自由になったことと、あとフォントね、が自由になるっていうメリットがプログラミングによって生まれました。そうはい。そう、結構拡張性があるんすよ。ね、動画でね、ひたすらテキストでやるっていう方法もあったんですけど、それだと拡張性がなかったんで、そう、なんプかログラミン大グ、変だもんね、普通に、そんな。プログラミング頼みました。はーい。で、それがなんか、Java ということで、Java の解説をよろしくお願いします。丸投げや。どっから解説しよっか。メイン行く？メイン行きます。とりあえず、この GUI ってことで、はいはい。ちょっとプログラムが難しくなっちゃうんだけど、はい。まあ簡単に言うと、そのフレームって言って、まあ例えるなら額縁みたいなものを一番下に引くんすよ。で、そこに、まあ実際にその額縁の中に絵を入れましょうっていうことで、まあそのタイマーの中身の数字が変わっている青い背景と文字のセットを挿入した。主にそういう構造になってるのね。で、ちょっと先にタイマーパネルの方行こうか。タイマーパネル。タイマーパネルの方で、ざっと言うと、ここで、まあ1秒ごとに、まあ時間を更新していくっていう処理をしてるんだけど、それが27行目。27行目、これですか。このタイマー。タイマークラス。そうで、この線ってやつが、まあミリ秒ってことで、まあなんか1秒ごとに更新されますよっていう。で、まあその更新の手法がなんか1秒経ったらその秒数に応じて、まあなんか文字を変えていきますと。まあその下31行目からの一連のね。これ何してるかわかります？このわちゃわちゃした。まあ、そうっすね。画そうね、像を、テキストじゃなくて画像を、数字の画像を呼び出して、毎秒ごとに、分と、コロンと、秒と、10秒と1秒。やべ、変なことしちゃった。やべ。誰も変えないで。よし、戻った。オッケー。そう、これ4つに分かれてるんですよ、パーツが。で、この4つのパーツそれぞれを1秒ごとに更新しているのね。そう、だからその、まあ、なんか、見えないところで4つが全部更新されていると。コロンも更新されてるんですね、これ。そう、でもこれ更新する意味なかったね。そうっすね。ちょっと効率悪い。で、今、その画像フォルダって出せる？画像フォルダ出しまデす。ジタル。はい、出せた。
このデジタルの中身、この1から9とコロン、全部で10枚の画像、ん ?0 から9か。11枚の画像があると思うんだけど、はい、11枚。これを変えれば、まあなんか、字のフォントとかも変えられますよと。って感じ。この画像さえ変えればメインのプログラムの数字も変わると。って感じ。なんかうまく一覧で表示されないな。まあこれが見えてないけど、コンケイさんにはこれがテキストの画像画像です。まあそういう感じになってます。はい、これを呼び出してるわけですね、ここで。うん、まあこれ画像をいちいち経由しない方法もあったんですけど、うん、まあなんか気持ち的に画像で呼び出してます。はい、でそういうのを、まあ、まとめてこのメインの方で貼り付けてると。うん、それが、何行目だ？その貼り付けてる瞬間が、どこどこ？ 26、7 行目だ。パネル？そう、この26行目で、まあ、480。これは480秒っていうことで、まあ、8分。まあ、第3回のデフォルトの数字だね。うん、デフォルトをコンストラクタで指定したと。コンストラクタで指定しています。で、インスタンス作ってるから。はい、で、ゲット、コンテンツ、コンテンツパネル。あれ、パネルじゃない。ペイン、何これ。ペイン。この1行が何をしてるかっていうと、はい、このフレーム、額縁にパネルを入れてます。額縁にパネルを入れる。額縁に、まあ、絵を挿入してるイメージ。うん。フレームにパネル。そう。フレームにパネルを付け足してる。で、その後のなんか、センターっていうのがまあ位置だね。真ん中に、どでかく入れようと。はいはい。いうことだね。で、まあそっから残りのなんかわちゃわちゃしてんのは、俺が拡張で付けた秒数指定のやつだから、じゃあ一行ごとにざっと。と、プログラム出しながら解説ってできる？プログラム実行しながら。できます。そっちの方が多分分かりやすいな。はい。まあ、単純に文字でセック、セカンド。表示するのが文字選べる、うん。あ、これか。下のね。そうそう。で、その後、セットパネルでこれは何をしているんだ？あ、OK。J テキストフィールド用の。これちょっとセットパネルの位置がちょっと変なとこにあんな。その後なんか文字を入力するためのテキストフィールド。まあ、ここで秒数を指定できますよと。うん、このパネルね。そうそう、入力するやつ。で、その横にボタン。ボタン、これを押すと秒数がセットされます。2セット、うん、秒数変えることもできるから、うん、まあ、最大9分59秒ね。それ以上な適当な数字やってると、うん、どこだ、タイマーパネルの、あれ違う、どこだっけ。あ、それはなんか下のなんかまたわちゃわちゃしてるところに渡される。え、これ以上にしてる、すると9分59になるっていうのはどこでしたっけ？そこはタイマーパネルの、これか、これか、タイマーパネルの、これか。そうそうそう。最大9分59。で、ちゃんと指定されてると。うん。で、まあ、その今設定したやつらを、まあ、このセットパネルっていうやつに全部貼っつける。うん。ペタペタペタって。アドアドアド。そう、その、実行したプログラムに、そのタイマーの部分、青い背景の下は白背景でしょ。おー、はい。それって別のパネルってことなんだよ。なるほど。そう、だからパネルが2つあるんだよね、実は。うん。それを最後、この、アドアドアドって付け足して、最後のゲットコンテンツペインで、このサウス、南、下に貼り付けると。そういう作業をしている。この31行目の480カンマ5って何すか？
この480がそのプログラム起動したてのちょっと待って1回プログラム消してもう1回起動してみて。はい。そしたら480ってデフォルトで入ってるでしょ。それがこの480。なるほど。で5っていうのは単純にその文字の幅。幅？ここの数字変えてやるとね、わかると思う。変えよう。テキストフィールドが伸びたりするから。やべ！さすがに。よし、気を取り直して、ちょっと待って。笑っちゃうんだけど。10にして、はい、今ちょっと間違えて、中止になっちゃった。はい、保存。10にすると、あれ、10にすると、あ、ここが広がった？この枠？そうそうそう。あ、テキストフィールドの幅。が2つ目の引数で指定されるよと。これはもう J テキストフィールドで決まってるんですね。うん、そう。なるほど。で、J ボタンでスタートっていう。まあ、そのボタンがちょっとめんどくさくて、まあ、ボタンが押されると、その下にある、アクションパフォームドっていうメソッドに処理が移されるのね。うん、アクションリスナーでアクションパフォームド。うん。で、それ、ここで何をしてるかっていうと、まあ、その入力された文字をまた新しい時間に設定し直して、はい、まあ、今、それまでに動いてるタイマーってあるでしょ。それを一回消して、その消すのが、まあ、44号行目。で、今あるタイマーを消して、はい、46行目で新しいタイマーを作って、うん、47行目で、フレームにつける。フレームにつける。っていうのをこのスタートが押された時に。そうそうそう。新しく。で、48、49でそれを見える状況にするということをしてる。うん、はいはいはい。で、このトライキャッチが何っていうのは、その、文字を、数字を入力するところに、数字じゃないものを入力されると、うん、ちょっと不都合があるんですよ。そうですね。それを対処というか対策するために、このトライキャッチというのを入れて、まあなんか数字じゃないのを入力されても、正しくプログラムが動作するようにしています。何も動かない。そう、何も。起こんないはず。お、マイナスを入れたらバグりました。マイナスを入れるとちょっとバグるのはまあ仕様なので、まあ入れないようにしてください。はい。マイナス入れるとなんか挙動が。まあ、はい、修正します。で、タイマーパネルちょっと見ますか。タイマーパネルのコンストラクタでは何をしてるんでしょうか。ここでは、とりあえずタイマーパネルにあの、コンストラクタに引数渡すじゃん。はいはい。で、渡された引数を時間として、まあ、簡単に言うとタイマーがスタートする。うん。まず17行目、600秒以上だったら、まあ、最大、まあ、9分59秒。そうっすね。いう処理をするじゃん。で、ここにちょっとマイナスの処理も入れないと。で、まあ、時間を18行目で設定する。はいはい。で、19行目からまあ、23行目っていうのがまあ、ペタペタ、その、ペタペタ。なんていうんだ。貼っていく。うん。画像を貼っていく作業。うん。配列。配列で。画像を入れて、うん、ペタペタっすね。画像とラベルか。そうだね。画像を用意して、まあ、なんか4つのラベルにそれぞれペタッペタッペタッって、うん、貼っていくと。なるほど。で、貼って、背景をまあ青にして、背景を青にし、で、そこからまあ1秒ごとに更新しよう。うん、それがタイマークラス。それがそうだね。で、1000ミリ秒の話ですね。うん。で、こいつらをうまく使ってやることによっ
って、まあ、ああいうプログラムができますと。なるほど。完結。かなりコンパクトに収まったと思う、このプログラムは。なんか56行目に見えるものは。これは、バグ防止ですね。バグ防止。これがないと、ちょっとパソコンに優しくないかな。なるほど。メモリがどうのこうの。メモリの負担がかかりうる。闇が深い話ですね。まあ、ここは、まあ、見なかったことにしよう。で、まあ、そんな感じで、はい。じゃあ、タイマーのお話でした。はい。こういう作業してます、裏で。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。よし、ちょ、待って。追加で、タイマー5、その、パート1、どこだ？ハコフグとモズクの時は、これだったんでしたっけ？そうそう。タイマー5の時は、なんか突然、ゆうたけさんからこれ作ってって言われて、うんうん、なんか雑に作ったんで、一つのプログラムでなんか雑に完結してます。タイマー5。これは5分5秒からですね。そうだね。この時は、今実行できる？しました。あ、してる？その、時間を選ぶっていう概念がなかったから、うん、まあ、なんか単純に5分用につければいいよねっていうことで、まあ、タイマー5っていう名前。まあ、5分だけのタイマー。うん、すいません、そこ文字化けしてます。え？あ、コンストラクターとか、その、クラス名は大丈夫だけど。うん、文字化けしてる？あれ、なんだっけかな。セットタイトル。セットタイトルが文字化けしてるだけだから大丈夫。文字化け。これタイマーって書いたんだけどね。うん、あ、カタカナでタイマーね。そうそうそう。うん、24行目は大丈夫？え、それが23行目の話。やべえ。23か。あー、ずれてる。ずれてる。いや。タイマー5コンストラクタの1行下。タイマーコンストラクタ5の1行下。セック305？ そう。ここをいじって、まあ、時間を変えましょうっていうスタンスだったのね、最初は。ここをいじったら、まあ、時間変えられると。はいはい。まあ、最新版だとなんか、いちいちプログラムに変えなくてもね、うん、時間指定ができるようにはなったんで。そうっすよね。ゲーム時間が5分以外の場合の8分っていうのが、これからデフォルトになってきそうなので、そう。まあ、いくらでも好きなようにいじれるようになったらってことで、追加したんですね、うん。そういうことです。拡張性はあった方がやっぱいいからね。うん、そこは、最初は、プログラミングでやったメリット。これ本当にメリット、うん。本当自由に作れるからね。そうっすね。まああとは、まあさっき考え、さっき説明したやつと、まあ大体は同じかな。スイッチケースでもうひたすらガーって。そう、これ分かりやすいけど、さっきのプログラムと比較してくれると分かるんだけど、はい、最新版はかなり、なんかスリムになってる。これだけですもんね。そう。ただ意味することは同じなんだよね、実は。うんうん。で、今回はなんかボタンとかもないから、一つのプログラムでね、うん。済んだと。タイマー 5.java。これは、モズクまではこれだったんでしたっけ？あれ、モズク、うん、モズクは違うのか。あれ、モズク。あ、モズクもそうか。あ、そうだね、モズクは。5分と3分でやったから。そうそう、この5分からやったタイマーを3分から使うっていう、うん、ことをしてたんだよね。そうですね。じゃあ、マサバからこの新しいコンパクトなやつで。そう。この新しいやつはどんどん拡張機能もつけられるから。なるほど。パワーアップさせていこう。もういいんじゃないかな。8分以外にこれ以上長くやると大変なことになる。動画編集的な意味で。なんか拡張も頑張ればできるよっていう感じでね、うん。まだ10分以上対応できてないから。はいはい。その辺はこれから。別のことやろう。はい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。